タオアタロウです。はい、ということで今日はですね、いつもと違った場所なんですけど、実はアタロウ車の免許を取りました。なので今日はおばあちゃんのお家にね遊びに行くので、運転をして行きたいと思います。それじゃあ行ってみよう。せーの、レッツゴー、アタロウチャンネル。はい、ということで到着しました。じゃーん、4時間ぐらい運転したかな。見て、今反対側、あっち側にお母さんのお母さん、自分のおばあちゃんのお家があるんですけど、その目の前が全部稲でございます。ということで今から川に遊びに行きたいと思います。それじゃ行ってみよう。はい、ということで到着しました。イエーイ。ここからはね、ところどころアフレコで行きたいと思います。本当は小太郎も一緒に水浴びして遊びたかったんですけど、なんか前日に雨が降ったみたいで、ちょっと川の流れが強かったので、ももちゃんと気配切りをして遊んでます。ちっちゃい頃からバレエをやってて、日焼けをしちゃいけないっていう関係でね、海とか川とかに遊びに行くっていうことがほぼなかったです。だから海水浴っていうものは本当に人生で 2,3 回しかやったことがないかな。でなんかね、ももちゃんが携帯を川に沈めて川の中の写真を撮ってたので、まあすぐにね、あれも真似して撮ってみました。それがこちら。うん、めちゃくちゃ濁ってた。ということでね、川遊びが終わっておばあちゃん家の畑にやってきました。いや、この恐竜保護色すぎてどこにいるかわかんないね。ということで次はね、この稲の前でバレエを踊っていきたいと思います。ドンキーホーテより一人第1幕のバリエーション。感じでアタロウのバレエでした。そう、バレエシューズをね持ってくるのを忘れちゃったので、代用で靴下をつま先だけ履いてたんだけど、まあ無理だったね。アスファルトだから伸びるし痛いし、皆さんは真似しないでください。でね、これすごくない？おじいちゃんがね幸運機に乗せてくれるっていうことで初チャレンジしてみてます。この日の夜、おばあちゃんたちをケンタッキーにね連れて行ったんだけど、だいたい朝とか夜にここで採れた野菜を毎回食べるから、なかなかお肉を食べることがないんだって。だから久々のお肉が嬉しかったらしくて、ハンバーガー1個とアップルパイを1個とチキンを3本とセットについてるジュースの M サイズとポテトと、これプラスに隣にあったマックのシェイクの L サイズを頼んでました。ちゃんとしっかり全部完食しててびっくりしました。よくアンケートとかで田舎と都会どっちがいいですかとかあるけど、アタロウは断然田舎が大好きです。という感じで楽しい時間もあっという間に終わってしまいました。明日はね、また長時間の運転なのでゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。アタロウチャンネル、おはようございます。じゃじゃーん、これ畑で採れたかぼちゃなんですけど、ハプニングが起こりました。待って、なんかうっ臭い。皆様お食事中に大変失礼いたしました。小太郎はまだ3ヶ月の赤ちゃんなのでお許しください。という感じで、あっという間の1泊2日の旅でしたが、とっても楽しかったです。おじいちゃんおばあちゃんと近所の人たちからね、ナスとかピーマンとかお米をたくさんもらいました。途中のパーキングとかでお土産を買いながら無事にお家にたどり着きましたとさ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。おしまい。Woof, woof, 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 woof